使い終わったらいいですか。ここが引っ張れば、簡単にほどけるので、やってみてください。で、取ります。掛け下も汗がついたらつきますので、汚れますので、洗ってくださいね。そしてここにタオルと手拭いと両方ありますけれども、タオルならどこのご家庭にもあると思います。手拭いっていうのはなかなか難しいので、こうして三角、なぜならここに汗が、ほら、染みてるでしょ。これは苦労の汗ですけど、汗が染みてしまうと傷んでしまう、硬くなってしまうので、これをこの手拭いに染み込ませる役目をします。でここへ親指の頭へかぶせて、でここで伏せて、ここへ折り込んで、すべてこれ汗を取る役目です。汗を取るためにかけを傷めないように、そしたら綺麗に曲げます。タオルでも一緒です。なぜこの巻き方をするかというと、掛けにこういう状態、掛けを引いてる形にするために、特に新しい時はこう硬いので、それを覚え込ませるために、曲げた状態で包んでいるっていうことを覚えていただければ理屈がわかると思います。昔は新しい掛けは硬いのでつけて寝たっていう先生もいました。なじませるためにこうして、こうして、あとやってはいけないのが、あの汗取りのジェルになるものがあるんですけれども、そういうのをここに入れて忘れていると湿気を含んで破れて掛けをダメにしたっていう話も聞いたことがあるので、もし入れるのであれば、こういうあのものですけど、ハンカチでもいいです。こういうものでもいいです。ここに入れて巻いてあげてもいいです。気になれば。でももうこれだけで十分。毎回そのままポンとほかっておくんではなくって、毎回包んであげれば掛けも大切に使っているなって分かってもらえます。タオルでも一緒です。になると分厚くなりますけれども、汗を取るという役目に関しては、手拭いをわざわざ探さなくても、うちにあるタオルで、ちょっと大きくなりますけれども、こうして包んで
保存していただければ、また使う時には汗がちゃんと取れているので、そのままにしとかないでこうしてしまってください。